ジェイコブ・スティーブン・ペトリッカは、アメリカ合衆国ミネソタ州、ノースフィールド出身のプロ野球選手。右投右打ち。MLB のロサンゼルス・エンゼルス傘下所属。愛称はペティ。2006年の MLB ドラフト38巡目で、シカゴホワイトソックスから指名されたが、インディアナ州立大学へ進学。2009年の MLB ドラフト34巡目で、ニューヨークヤンキースから指名されたが、契約には至らなかった。2010年の MLB ドラフト2巡目で、再びホワイトソックスから指名され、6月15日に契約。契約後、傘下のアパラチアンリーグのルーキー級、ブリストルホワイトソックスで、プロデビュー。同球団では8試合に先発登板して2勝4敗、防御率 2.86、38奪三振を記録した。8月に A 級カナポリスインティミデーターズへ昇格。9試合に登板して0勝1敗、防御率 3.72、10奪三振を記録した。2011年は、ルーキー級ブリストル、A 級カナポリス、A 級ウィンストンセーラムダッシュでプレー。A 級ウィンストンセーラムでは13試合に先発登板して4勝7敗、防御率 4.39、46奪三振を記録した。2012年は A 級ウィンストンセーラムと AA 級バーミングハム、バロンズでプレー。AA 級バーミングハムでは10試合に先発登板して3勝3敗。防御率 5.46、27奪三振を記録した。2013年は AA 級バーミングハムで開幕を迎え、21試合に登板。3勝0敗、防御率 2.06、41奪三振を記録した。7月にトリプル A 級、シャーロットナイツへ昇格し、10試合に登板。2勝0敗1セーブ、防御率 1.17、17奪三振と好投し、8月17日にラモントロンコソが故障で離脱したため、ホワイトソックスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。8月22日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。同点の延長11回裏1試から登板し、0.2 回を無安打無失点に抑えた。直後の12回表にホワイトソックスが勝ち越したため、メジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは16試合に登板して1勝1敗、防御率 3.26、10奪三振を記録した。2014年3月1日にホワイトソックスと1年契約に合意。3月23日にトリプル A 級シャーロットへ移動し、そのまま開幕を迎えた。4月4日にネイト・ジョーンズが故障で離脱したため、マイナーでの登板がないままメジャーへ昇格した。最終的にメジャーでは67試合にリリーフ登板し、1勝6敗、勝率143と大きく負け越したが、クローザーとしても起用されて、防御率 2.96、14セーブという好成績をマークした。2015年もリリーフ陣の一角として62試合に投げた。自己記録を更新する4勝を挙げたが、防御率は大きく悪化して 3.63 だった。2016年、メジャーでは9試合 8.0 イニングの登板に止まり、防御率 4.50、8四球、7奪三振を記録しただけだった。これは、臀部を痛めて故障者リスト入りした影響もある。2017年は27試合に登板して1勝1敗、防御率 7.01、26奪三振を記録した。オフの12月1日にノンテンダー FA となった。2018年2月8日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は傘下のトリプル A 級バッファローバイソンズでの故障者リストで迎え、戦列復帰後の5月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は41試合に登板して3勝1敗、防御率 4.53、41奪三振を記録した。オフの11月2日に FA となった。2019年1月12日にミルウォーキーブルワーズと1年契約を結んだ。4月27日にリーフとなり、5月1日にマイナー契約で傘下のトリプル A 級サンアントニオミッションズへ配属された。2019年6月14日に後日、発表選手、または金銭とのトレードでテキサスレンジャーズへ移籍した。オフの11月4日に FA となった。2020年2月11日にブルージェイズとマイナー契約を結んだ。9月9日に自由契約となった。2021年3月16日に独立リーグであるアトランティックリーグのハイポイント、ロッカーズと契約した。2021年6月5日にロサンゼルスエンゼルスとマイナー契約を結び、10日に傘下のソルトレークビーズに配属された。8月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。移籍後初登板となった同日のボルチモアオリオールズ戦では 0.2 回を投げたものの4失点を喫して敗戦投手となった。9月16日にリーフとなり21日に自由契約となった。その2日後の9月23日にエンゼルスと再びマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。